どうも、ビーズのトークジムにようこそ。ビーズ専門解説のあずしです。今日から4月の1日ですね。新年度になりました。この春からね、いろんなことが始まる方も多いのではないでしょうか。僕も今年はね、去年よりもやっぱりいい年にしたいなというふうに思っております。さて、今日のトークテーマなんですけど、ひょっとしたらその過去の僕の動画約200本近くあるんですけど、その中でも一番マニアックかもしれません。ついてこれる方がいらっしゃるかどうかすごくね、不安なんですけども、これをトークテーマにしたいと思います。ビーズのライブジムで曲と曲のつなぎがめちゃめちゃかっこよかったテイクベスト5、つなぎベスト5ですね。これをやりたいなと思います。ビーズのライブって、もちろんその演奏だったり、演出だったり、まあ、ステージセットだったり、視覚的にもね、面白いのがビーズのライブのいいところなんですけども、曲と曲のつなぎの部分も結構かっこよかったりするんですよね。で、音楽がすごく好きな方っていうのは結構そこもね、聞いてたりもするんでしょうけど、僕もね、ああこのつなぎ方かっこいいなっていうのがね、思い返せば何個もあったんで、まあ、それをベスト5形式でね、ご紹介したいなと思います。すいません、今日は本当にマニアックな回です。皆さんがついて来れるかどうかすごく、難しいところもあると思うんですが、こういう回もあると思ってついてきてもらったらありがたいです。それでは行ってみましょう。第5位、これも最近ですね。ライブフレンズ、オープニングのところあるじゃないですか。いつかのメリークリスマスのリプライスの伴奏から始まって僕の罪に入っていくっていうね。っていうね、この入り方がめちゃめちゃかっこよかったんですよ。で、僕も最初イントロできたら1曲目はいつかのメリークリスマスから始まるのかなって思ったんですけど、そこをね、予想を大きく裏切って僕の罪から始まるっていうね、それはね、すごくね、衝撃的でした。そして僕の罪っていう曲がね、より好きになりました。というわけで第4位、2003年かな、ファイナルプレジャー It's Showtime、 まあ2003年ですねのラブファントムで稲葉さんが飛んで、で、願いのバズスタイルあるじゃないですか。あれのその、イントロに合わせて稲葉さんがその下から上にせり上がってくるんですけども、あの場所にいらっしゃった方ほとんどは、願いかなっていうふうに思われたと思うんですけども、まさかのね、ゼロが始まるっていうね、ジャッ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 っていうイントロから、ゼロのラップの部分ですかね、あの入り方はね、見事にお客さんを騙したなっていう。あれはすごくかっこいいなと思いました。第3位、2010年エイントノーマジックの、本編の最後にロングタイムノーシーだったんですけども、そのロングタイムノーシーに入る前にエアロスミスのトレインキプトアローリングっていう曲があるんですけども、それのね、その伴奏のところとロングタイムノーシーをひっつけてたんですよ、あれ実は。なので、エアロスミスをよく聴いてる方だったら、あ、トレインキプターローリングやってるっていうふうに思われたと思うんですけどね。っていうね、こんな感じのね、始まりなんですけども、その、ティッティーの時に、この炎がブワーって出てくるんですよね。あれがね、すごくかっこよかった。皆さん大丈夫ですか？ついてこれてますか？というわけで第2位、2013年エンドレスサマーの、ランに入る前かな、と稲葉さんが感動的な MC をした後に、25年前、この人がいなければ、僕はここにいなかったです、オンギタータック松本っていう紹介の後に松本さんがギターを弾くんですけども、そのオープニング SE があったじゃないですか、ライブのあれをそのギターで弾くんですよね。
っていうね、このそこからランに持っていくあたりがね、めちゃめちゃかっこよかったんですよね。っていうか、めちゃめちゃ感動したっていう記憶の方が大きかったですね。あのアレンジは見事でしたね。っていうか、あのツアーのオープニング SE の曲って、なんか音源化しないかな、あれ結構好きなんですよね。ランはね、いろんな入り方があるんですけども、僕はこの入り方が一番好きですね。中にはオープニングの、アルペジオを取っ払ってドラムカウントから始まるものもあるしね。というわけで第1位、一番古いですね、プレジャー91の、レディナビからバッドコミュニケーションに入るときなので、こう表現するとですね、レディナビゲーションようこそバーで、ここで明石さん のパーカッションテッテッテッで、バックコミのイントロ。っていうね。あれがね、すごくかっこよかったっす。で、その、明石さんってベースのイメージが強いんですけども、割とね、多分この時代まではパーカッションをやってるんですよね、明石さんって。で、その、バックコミのイントロで稲葉さんがこうやってこうリズムを取ってるんですよね、体で。それがね、めちゃめちゃかっこいいんですよ。でこのね、映像がそのビデオでしかなくてですね、DVD 化されてないんですよね、確かね、これね。されてないんですよね。そうなので、そのビデオ版でも多分ブックオフとかぐらいにしか売ってないと思うんですよね。ただね、本当にね、このレディナビからのバックコミのつなぎは本当にかっこいいんでですね、もしよかったら皆さん、見てくださいね。はい、というわけで、今日はだいぶマニアックな回になりましたけども、ビーズのライブのね、面白いところでもあるかなと思いますし、あ、ここでこの曲はこう来るんだっていうね、驚きもあったりするところもあると思うんで、今度のね、ライブジム2022ハイウェイ X にも、こういう面白い、かっこいいつなぎがあるのかもしれません。それもね、楽しみにしてライブを待ちましょう。それでは最後までご視聴ありがとうございました。また別の動画でお会いしましょう。さようなら。